月20日陸上競技場で江戸川サッカーフェスティバルが行われました。この催しは関東サッカーリーグ一部で陸上競技場をホームに活動する東京 23FC と浦安市に本拠地を置くブリオベッカ浦安との伝統の一戦、江戸川クラシコを盛り上げる特別イベントとして開催されました。会場ではサッカー教室や子どもたちによるミニゲーム、ダンスパフォーマンスなどさまざまな催しが行われ、訪れた皆さんを楽しませていました。試合の前にはセレモニーが行われ、特別ゲストとして斉藤区長が招かれました。この陸上競技場、最高のコンディションを用意いたしました。そして今日は皆さんの仲間に入れていただき、一緒に盛り上がって応援していきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。江戸川を挟んで本拠地を構える両チームの対戦、江戸川クラシコは期待通りの熱い戦いとなり、会場は熱気に包まれていました。リーグ戦はまだ始まったばかり。 JFL 昇格を目指す東京 23FC のこれからの活躍を期待したいですね。